チームインパクト。大変ですよ、TV ですよ。はい、どうもディープインパクトです。よろしくお願いします。今日も頑張っていきましょう。ベッピーさん、ベッピーさん、ベッピーさん、みんなベッピーさん。雑だね、あんた。入りが雑だね。あのね、あの舞台の上で日本刀を振り回して、あの手をね、散らばめて人の名前出して滑ること最低です。あの普段突っ込むんだけどね、あれはね、最低です。赤い髪のやつにペケしといてください。クマ振りしたいくらい、バラしちゃダメだよね。まあそんなこと言ってますけど、はいはい、ね、ちょっと髪のまま出して、あのパーマネントにでも挑戦しようかなって。パーマネント、そうそう、あのパーマネントを当ててみようかな。パーマを当てようかなって、そういうことかな。そうそう、あのそれで、おしゃれなバーに行ってね。バー一人で、おしゃれだね。バックグラウンドミュージックが、バックグラウンドミュージック、リズム&ブルースの店で、あ、 R&B を聴きながら一杯引っ掛けたいな。いいじゃない、魅力的なダンス。ちょっとかっこいいでしょ。いいな、お前そういうのあるのか、目標みたいな。いや、俺ずっと言ってんだけどね。ずっと言ってる。彼女作りたいさ。ずっと言ってるな。彼女を作っ て, ってちゃんとデートができたい。ああ、そう、そういうなんかデートプランとか、そういうの考えてる。ベタだけど、うん、ディズニー。おー、ディズニーってわちゃわちゃしたいですよね。ディズニー、うん、その場合、この場合あるかな、あの東京ディズニーランドってこと。おお、ディズニー。C は、じゃあ C も含めてディズニーですよ。あ、うん、あ、じゃあこれすなわちあれだね、東京ディズニーリゾートっていうことになるね。うん、まあまあ。それでいいですか。ああ、じゃあ今日はせっかくだから2人で、あの東京ディズニーリゾート。正式名称多くない？今やったら正式名称でしょ。何バックグラウンドミュージック、うん、リズム&ブルース、そうです、東京ディズニーリゾート、商標登録。いや、もっと簡潔にまとめて言えるでしょ。いや、俺たちは今こう皆さんの前でお話しさせてもらってるんだから、正しい言葉はこのマイクロフォン。マイクロフォン何よ、マイクでいいじゃん、別に伝わるんだから。マイクロフォンが正式だからね。え、しかもさっきお前パーマのことパーマネントとか言ってた。パーマネントでしょ。じゃあ俺たちが住んでる建物、物件、そう、建物のことお前なんていう。集合住宅、アパートメントじゃないかよ。いいよお前、そこアパートメントで来ると思うだろ。集合住宅も正式だから。当たってるけど、それなんかカタカナで来てんだろ。お前なんかさっきから聞いてたらおかしいよ。お前おかしくないだろ。簡潔がどうのこうの、伝わりやすさって、だから短いだけが正義か。正義か、伝わりやすさがおしゃれか。じゃあお前日本の話するときにか言うわけないだろな。イギリスの時ギスか、ギスってやついる。アメリカの時はリカーか。バカかお前、リカーってのか。アメリカはアメリカで正式だろうが、ユナイテッドステーツもアメリカが正式だよ。かもしれないけど、ヒロリーに謝る。周りにいるのか、ヒロリーに謝る。どれ一致謝らんといけば。とにかく我が輩が先ほどから申し上げてる通り、貴殿のような伝わらんわ。正式すぎて逆に伝わらんから、俺もっとお前に感じてほしいんだよ。何を？野菜の甘みを。はぁ、あ、こっち見てるよ。野菜の甘み、間違った、何の話、言葉の重みだ。何と間違えてる。いや、そんな大事じゃないでしょ、言葉の重みとか。言葉の重み、大抵を滅び、輝いて永遠に刻め、その心に。いえ、何のラップ、なんでいきなりラップ始めた。いや、ラップじゃないと伝わらんから。いや、さらに伝わらん。いや、もうお前うるさいな。俺はとにかくな、今後も正式名称使っていくからな。じゃ、分かった、お前もずっとね、正式名称行くんでしょ。行く分かった。じゃあ一つ質問なんだけど。質問何よ。 NHK テレビ局。 NHK の正式名称って何？お前そんなの簡単だろ。じゃあ教えてよ。 NHK だろ、うん、まずは N からだろ。練馬区。絶対違うだろ、もういいよ。ありがとうございました。